こんにちは。あ、こんにちは。今日はですね、今まで、はい、タイでは政治集会がいろいろあるんだけれども、なかなかなかったその王権派というか、その集会があるというんで、まあ、いつも論法マンションアクロストラベルレジャーの山内さんに、はい、取りに見に行ってもらいました。これはそうです、ね、いつの集会でしたっけ？11月25日の水曜日でした。はい。で、場所は？場所はね、これルンピニ公園ですね。シーロムのさっき、はい、地下鉄の駅からちょっとルンピニ公園に向かって今歩いてるところです。はい。会場ですね。はい。うん。今回はね、実はこの先今の反政府派とは、対立する人にいろいろ意見を聞いてまとめようと思うので、そうですね。今回は最初のうちだけ山内さん登場で、この集会の様子をちょっと伝えてもらいたいんですが。そうですね、触りだけちょっと説明して、はい、あとはということで、はい、実はさっき下川さんが言った通り、今までは学生の集会を2つぐらいだったのかな、はい、まあやって、はい、王政派っていうのかしら、はい、国王を守る方、王政を守る方の集会っていうのがどうしてもちょっと取れなくて、はい、その理由としてはツイッターとかであんまりこう流れてこなくて、で、はい、Facebook あるんですけどあんまり僕もよく調べられなくて、はい、今回11月25日、学生派の方が大きな、これ同日同時間ぐらいに大きな集会をやったんですね、うん。それで、まあ、それに合わせるように、まあ、王室派も、まあ、大きいのをやるということで、うん、でルンピニ公園だったので、まあ、街中だよね、うん、ということでちょっと行ってきました。この日なんだけど国王夫妻が来ました。あの国王来たの？来た、はい、と奥さんと一緒にね、はい、でそういうことだったので僕もやっぱりちょっと気を使って黄色い T シャツを着てこう、はい、まあ向かいました。で、うん、まあ当然だけど、まあ、厳重を重ねるぐらいな感じで、まあ、警察の方、軍の方もろもろ行って、もう本当厳重でした。厳戒態勢だね、はいはい、4時からということだったんで、まあ、僕ちょっと会社を早めに出て、これ着いたの多分5時ぐらいだったかと思うんだけど、はい、まあ、すでにまあ人は結構集まっていて、うん、で今までの集会って本当にこうなんていうかちょろっと行って携帯でちょろっと動画を撮るみたいなすごく簡単な作業だったんだけど、はい、今回はねちょっとまあ、僕も予想だにしなかったんですけど、まあ後から考えるとね、当然かもしれないけど、すごいその会場に入る時もすごいチェックが厳しかった。で、まあ、最初になんか、まあ、検温はどこでもやるんだけど、まあ、検温して、はい、タイ人はその、まあ、カメラで撮影するんだけどね、顔写真を、はいはい、要は ID カードを顔の横にこう並べて顔写真をまず撮る。はい、僕の場合は外人じゃないですか、はい、で外人ってねいなかったんだよね本当に。あ、プレスの人以外は ね、はい、そう、はい、プレスの人以外だったら1人か2人ぐらいじゃなかったかな、はいはい、それで向こうもちょっとまあえっていう感じで、で僕も一応パスポートは持ってったので、はい、そこで写真を撮られて、はい、次ね荷物の検査をガツッとやって、まあ僕会社のカバンがあったんで行って、はいはい、なぜかね鉛筆類を持ってないのかってすごく必要に聞かれました。うーん、そこの机のとこにはね、あのボールペンとか机の山、なんか問題なんですかね。でね、帰りに返してあげるからって言うんだけど、もうやりようないよね。はいはいはい、わかんないよね、うん、うん。でね、いろいろまあその後に知り合いとかに聞いたら、うん、やっぱりもしかしたら凶器になりうるからじゃないっていう、はいはい、意見が多くて、はい、であとそれ以外考えられないんだよね。そうだね、うん、うん、あとはねなんかね布とかそういうのもあったんだよね。だからそれが何なのかっても今一つ分かんないけど、うん、まあそれぐらい限界でした。でその後に、うん、あのね出、まあ、入場者なんかね、はい、シール渡されるんだけど全部連番になっていて、はい、で次の段階でタイ人の場合は ID カード出して指紋取って打ち込んでましたね。要は誰が参加したのかって、僕そこに並んだらまたそれで外国人だっつって、はい、向こうに行けって言われて行った先にちゃんとイミグレーションのカウンターっていうか机があって、ちゃんと、はいはい、
で、そこに行ったら、まあ、暇そうにしていて、まあ、外人なんか来ないからね。で、まあ、パスポート渡して、まあ、指紋取って、まあ、打ち込みしてましたね。指紋取って、ビザの種類を見て、あれはだから、なんていうんだろう、目の写真、眼科っていうのかな、まあ、写真を撮られて、まあ、晴れて入場できましたというような感じでした。で、で、これってもう入場してるんですか？これまだです。これ外、枠、あまあ、の柵の外。外です、まだ。柵の外だね。だからまだね、ループイン公園なんで、まあ、ね、来た方は分かると思うんですけど、ジョギングする人が多いと思うんで、まだ走ってる人でね、この柵の向こうです。今見えるかな？柵の向こうで、ここの向こうにいろいろこう、机が並べてあると思うんだけど、要は、荷物を検査する、要は、入場者のすべての身元の確認をする、うんぬんかんぬん。で、実は柵の向こうが、第一段階の、まあ、言ってみると待合所みたいな感じで、で、その向こうに本会場があるんですね。僕はちょっと本会場の方には入らず、まあ、待合室だけで、で、動画を撮って、まあ、戻っこれてきたはんだけもうそど。の本会場では集会始まってるんですか？いや、まだ入ってない。始まっまてだない。始まる前。だから、ね、6時ちょっと前ぐらいにそこの柵が開いて、どうぞ中に入ってくださいみたいな感じでした。これはね、結局、まあ、こことか、普通は、まあ、来るからということなのかな。おそらくね、普通の、集会ではこういうことはまずありえないと思う。で、来てる人なんかも、やっぱりちょっとそういう、こう、ね、なんていうのかしら、軍とか警察でも本当にお偉方が来て、厳戒態勢みたいな感じ。これがだから入って、まだ入る前かな、でしたね。やっぱね、ちょっとね、僕、今回は、だから、学生の方はね、いろいろすごく問題があって、発砲云々かんぬもあって、で、この方はやっぱりね、これは、まあ、ちょっと規律正しいと言ったらちょっと語弊があるけど、いやー、ちょっとね、背筋が寒いような感じでしたね。ああ、これぐらいになるのかという感じだ。まあ、前の、まあ、10年前だけど、そのいろいろ集会も僕は見たけど、こういうふうに入り口でやる、こういう集会っていうのは、僕は初めて見たよね。なので、だから、まあ、もう一重に国王夫妻が来るということなんだと思う。それがなかったら、多分ここまではないんじゃないかな。もう自由に来て、自由に解散してください的だったものだと思う。だから僕ね、これはなんか、まあ、本当に個人的な話になってしまうんだけど、なんかいい経験したなと、あんまりできないかなという感じでした。どうもどうもありがとうございます。じとんでゃあ、もない、とんでもない。この先はちょっとまあ、支持してる人の意見をいろいろまそうとですめようと思ね。いますので。その方がちょっと分かりやすくなると思うので、バトンタッチします。どうありがともうございあましりがとうございた。ました。すいません。ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบได้เข้าแล้วปิดเยอะเลยเป็นไรเจ๊